プロレスラーとしての引退を決意しました。ファンの皆様、本当にマスコミ関係者の皆さん、長い間本当にありがとうございます。全日本プロレスとジャンボ鶴太をですね、本当に心底から応援してくださってありがとうございます。これからも全日本プロレスは本当に三沢とかここにいます本当に桃田選手をなどが頭になって一致団結してですね、馬場社長のご意思を継いで頑張りますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。私ジャンボ鶴田、鶴田智美は、昭和47年10月31日に全日本プロレスに入りまして、入団しまして就職しますなんていう言葉で入ってきたんですけど、早28年ですか経ちまして、本当になんか昨日のことのようにですね、いろんなことが思い出されましてですね、昨日は本当に眠れなかったんですけど、多分、皆さんにご報告しなきゃいけないなと思いまして、この場を借りてご報告します。プロレスラーとしての引退を決意しました。ファンの皆様、本当にマスコミ関係者の皆さん、長い間本当にありがとうございます。全日本プロレスとジャンボ鶴太をですね、本当に心底から応援してくださってありがとうございます。ジャイアント馬場盛況に揺れた全日本プロレスにまたしても大きな波が押し寄せた。ジャンボ鶴太引退、かつて日本人初の AWA 世界ヘビー級王座に君臨した男。6年前内臓疾患で一線を退いたとはいえ、今回の発表はあまりにも突然。その訳は、3月10日より、ポートランド州立大学の方で、研究交流プロフェッサーというそういうシステムがあるんですけど、大学のですね、そこに、一応就任ということで、3月10日を預けをもってそちらの方に、期間は2年間なんですけど、教授待遇でぜひ来てくださいということなんで、そちらの方に行きたいと自分では思っております。なぜこの時期にバタバタした時期にこうなってしまったかと言いますと、これはジャイアント馬場社長推挙の際、渡米の延期とかそういうことは自分でよくよく考えたんですけど、生前ジャイアント馬場氏がチャンスは絶対ものにしろと、人生はチャンスとチャレンジだという言葉をそう言われたものですから、それを信じ、こういう大変な時期なんですけど渡米させていただくことになりました。引退ということを決めてレスラーとして悔いはありませんか？ありません。僕は全てやってきましたんで、全日本のタイトルも全て取りました。ですから悔いはありません。タイトルを総なめにし初代三冠チャンピオンに輝いた男、人は彼を最強と呼んだ。ルーテーズ直伝のバックドロップ、三沢、川田、小橋、タウエラはリング上で鍛え上げられ、メインイベンターへの道を駆け上がっていった。鶴田抜きには今の全日マットを語ることはできない。
そんな後輩たちはこの引退の事実をどのように捉えているのだろうか。鶴澤さんが選んだ道ですから、まあ喜ばしいね出発だと思いますし、まあ、残った選手は残った選手で、まあ、今本当にね、気持ち的にもすごいまとまってね、今まで以上に団結感っていうのも生まれてますんで、プロレスでジャンボ鶴田最強説っていうのがありましたから、そういうのが消えていってしまうっていうのは寂しいことですね。若い選手もいっぱい育ってきてますし、そういう選手たちとやっぱり一緒にこの今までこう作り上げてきた全日本を守っていきたいと思います。ここまで来れたというのはやっぱりその鶴田さんの体を張ってですねやって、自分たちにその自分が覚えてきたそのプロレスというものをね、僕たちに体で教え込んでくれた、試合を通じて教えてくれたっていうのがやっぱり大きいと思うんですよ。僕たちは僕たちの何のその表現の仕方やり方があると思うんで、それを思いっきりリングの中で、ね、出していくことが感謝の気持ちの表れっていうんですかね、恩返しだと思いますし、幾多の名勝負を演じてきたジャンボ鶴田、全日本プロレス入団第1号として馬場と共に世界のトップレスラーたちと互角の戦いを繰り広げてきた。そんな鶴田にファンは夢を託し熱狂した。力道山、馬場、猪木に次ぐ功労者として鶴田の存在は永久に語り継がれるであろう。亡くなられました馬場社長とともに全日本プロレスの創世期から支えてきた鶴田さんですが、今改めてその立ち上がりの頃から鶴田さんがもう第一線で引っ張ってきたこの全日本プロレス、自分のレスラー人生というのはこれまでいかがでしたか。やっぱしこう本当に馬場社長とですね最初に組んだインタータッグの試合がですね一番目に浮かびます。それとあと馬場社長と初めてシングルで対戦した仙台の試合なんかが目に映ってきて、昨日は本当に眠れなかったです。鶴田が最も印象に残っている試合、昭和48年凱旋帰国第2戦のインタータッグ選手権試合。この時のリングネームはまだ鶴田智美。ザ・ファンクスを相手に多彩なスープレックスを見せファンの度肝を抜いた。日本中に鶴田の存在を知らしめた記念すべき一戦であった。そして昭和50年仙台で行われた師匠ジャイアント馬場との初対決。ファン投票で実現したこのカード、シングルマッチでのメインイベント登場はこの試合が初めて。鶴田のプロレス人生の節目には必ず尊敬する馬場の存在があった。今日やってるネクタイはですね、こう馬場社長にですね、蔵前国技館でインタータックをドリーファンク、テリーファンクからやった時に初めて買ってもらったネクタイなんです。ですからこれを締めて社長の意思とかポリシーをしっかり自分なりに守っていきたいと思っております。鶴田さんからファンへのメッセージ、そして後輩たちへのメッセージ、さまざまなものを含めて一言お願いしたいと思います。先ほどもそう言いましたけど、長い間本当に28年間ジャンボ鶴田全日本プロレスを心から愛して支援してくださってありがとうございますと、僕がまた違う道に入るかもしれませんけど、みんな三沢たち一生懸命頑張ってやりますので、どうぞ全日本プロレスをこれからもよろしくお願いいたしますと。会見には後悔の二文字はなかった。しかしこの直後鶴田はこう語った。この選手と戦ってみたかったっていうのってあります。
はい、まあ、みんなが質問することだと思うんですけど、外人レスラーとはほとんどいいレスラーと僕は戦わせていただいたんですけど、できたら全盛期での時に前田とか日本のトップレスラーとね、ぜひやってみたかったなという気持ちはあります。22日の大阪府立体育館で川田選手が三沢を破って三冠チャンピオン第21代に輝きました。ただその代償はあまりにも大きく、右の尺骨骨を折るというアクシデントに見舞われました。その関係もありまして三冠の王座は返上という形、そして今シリーズ最終戦でタウエとベイダー、この2人で新チャンピオンをかけて戦うことになりました。さて川田さん、はい、タウエ選手はもちろんタッグパートナー盟友でもあります、はい、一方対するベイダー、はい、これは川田さんの目、あるいは対戦した形でどういう印象を受けてますか？そうですね、見た目以上に効く技が多いんで、お客さんにはよくわからないと思うんですけど、はい、結構本人にはすごい効いてる技が多いんで、僕もこういう形で返上する形になっちゃったんで、はい、田植選手にはどうしても武道館で頑張ってほしいですね。そうですね、その川田選手がそのアクシデントがなければベイダーの挑戦を受けていたという可能性もありました、はい、それを今度は田植選手に託すという形の川田選手です。リングの中は泉田、そしてモスマンです。コーナーでこの戦況を見つめますベイダー、すでにシングルマッチであの小橋を破るという戦歴も作りました。文句なし今三冠に一番近い男であります。さあそのベイダーもうそっと入って、さあ自らロープに踏んだショルダータックル、やベイダータックルは一発で場内がどよめきました。それを赤コーナーでじーっと見つめます田植え。ベイダーハンマー、ベイダーハンマー、ベイダーハンマー、さっき言ってた技っていうのはこういうような技なんですよね。なるほど、見た目以上に相当効いてるんですよ。泉田も懸命に返しましたが、この一発だ。やはりその普通の選手が出す技とは重みが明らかに違うんですね。明らかに違いますね。これは今はコーナーで冷静にそのベイダーの動きを見つめている赤コーナーはタウエ。泉田ロープに振られた、ラリアット。さあそしてコーナーのタウエを挑発します。泉田はまだ立ち上がれません。その泉田を気遣いながらベイダーの視線はタウエ。あーっと強引に田植えにタッチ。さあ今宵ファーストコンタクト、ベイダーと田植え。場内は田植えコール一色になりました。もちろんファンは知っています川田選手の無念、それを晴らすべく立ち上がった田植えです。ハンマー振っていった田植え、エンディーでかわされた。おっとしかし尻餅をつく形のベイダー、ハンセンが入ります。しかし田植はまだベイダーの上だ。このハンセンはベイダーのパートナー、いわばベイダーの援護射撃ができるかという今シリーズの戦いぶりになります。ぐっと締め上げた、しかし切り返していきました田植。この辺りはうまい向きを見せました川田さんね、はい、このベイダーとタウエ、はい、非常にダイナミックな一戦になりそうですよね。そうですね、タウエ選手はこう結構見た目よりも、パワーがありますので、腕力がすごいんですよ。あ、そうですか。はい、腕相撲とかやらしても、うちの選手の中で一番強いんじゃないですかね、田植選手は。そうですか、はい、見た目の筋肉という面ではね、はい、選手なんかの方が上だと思います。そうですね、でもこのカイナ力っていうのはやっぱりお相撲さんの時からのあれでやっぱり一番だと思いますね。だから貫禄スープレックスのような技ができるわけですね。そうですね、はい、タウエ、そしてベイダーの三冠統一戦が最終の武道館 3.6 に行われます。生まれつき持った力っていうのをタウエ選手持ってますから、ええ、鍛え上げてつけた力とはやっぱり生まれつき持った力の方が強いですから。なるほどね、そ
そうなるとその武道館王座決定戦も本当にパワーとパワーのぶつかり合いそうですね。そうですね。ただベイダー選手の方が体はちょっと、はい、あの大きいですけど、そうですね、はい、体重ではベイダー170キロ、タウエ120キロ、まあ大きい2人とはいえ50キロの差があります。ハンセンがカットに入る、抱え上げてバックドロップに落とした。モスマンはさらにその金髪を度合いを強めて、またこのエキサイトシリーズ新たな出発であります。一方タウエのパートナーの泉田本田、この2人は先日アジアタックをハヤブサそして人生組に明け渡してしまいました。まさに新規一点で臨めるかというこのエキサイト、あーっとベイダーアタック場外、ちょっとこのタウエとの絡みというものがどうなるか気になるところなんですが、その前に本田泉田がこのベイダーにどうしても立ちはだかれてしまうという、そこでしょうがないでしょうね、はい、気合という面ではあるようですね、はい、そうです ね、 ね、自分の代わりにやってもらわないと困るんで、はいはい、そうですね。なんと言いましてもその世界タッグのベルトも何回も巻きました。放送席川田選手にとっての名パートナー、もうそのタッグのキャリアも長くなっています。チームメイトの田上が三冠に挑むという形になっています。さあ STF リングの中央、ハンセンがカットに入ります。放送席の川田さんが第21代の三冠チャンピオン、次期チャンピオンを決める王座決定戦が3月6日の武道館です。ラリアット強烈に炸裂しました。この泉田そして本田タモン、アジアタックのベルト1回防衛に成功しましたが、2月13日のファン感謝デーでハヤブサ人生組にそのベルトを奪われました。あっとベイダーが、ベイダーが助走つけた、さらに助走つけて後ろからラリアット後頭部にラリアット、激しさの中にも冷静さがあります。まだタウエそしてベイダーの絡みというのは1回しかありません。お互いがお互いの動きをじーっと見つめている開幕戦ということが言えそうです。本田タモンが入りました。リングの中はマウナケアモスマン、ロープに振った、ヘッドバットをストマックに当ててバックに回った、バックに回った、抱え上げてバックドロップ、のけぞるように倒れますモスマン。さあ今ベイダーが片足をリングの中に入れようというところです。カバーに入った、さあ今タウエです。ここでベイダーが入ってくるか、ラリアット起き上がり拳式に打っていきます。2発目ラリアット、ベイダーが、ベイダーが、ベイダーがたまらず入ってきた、まだタッチはしていません。さあしかしたまらず、その抑えきれない感情をむき出しにしているタウエとベイダー、ニュートラルコーナーに押し込んだタウエ、あっとしかしハンセンがカットに入っている。タウエとしてもこのベイダー一人に集中するわけにはいきません。ハンセンという強力な援護射撃、エルボー落とした。このリングの中のタウエ・アキラは四天王の中では三冠から最も遠ざかった男といえます。96年の7月24日に小橋に敗れて以来2年7ヶ月三冠のベルトから遠ざかっています。久方ぶりのその栄光の3本のベルトを手にすることができるか、大事なその初戦の開幕後楽園ホールです。ジャッピングのハイキック、首根っこ掴んでハンセン、ヘッドバット落とした、チンという音が響いています。ハンセンのコーナーに振った、この蹴りは読まれて、ほら、いいか、泉田もよく読んでいます。川田さん、ここまでタウエとベイダーは非常に静かな立ち上がりで、あんまり当たってませんね。そうですね、やはりそのあたりは三冠統一戦を前にしての意識があるのかもしれません。今日はそのパートナー同士、ハンセン・モスマン、そして本田泉田、この2人が非常にいい動きを見せております。さあベイダーがリングの中に入った、ダブルでダブルでダブルでダブルのショルダータックル、
ベイダーが引きずり起こしてニュートラルコーナーに振った。ベイダーアタック、ハリアット、さあさあこの位置はリバーススプラッシュか、いやいや泉田の上を越えてビッグバックラッシュ、一発目持っていった、タウメカット、さあ6人が入り乱れた、6人が入り乱れている。リングの中はハンセン、そしてタウエ、タウエが場外に出された、タウエが場外に出された。泉田がまだ、泉田まだ上を向いている。セカンドロープ、セカンドロープ、ベイダー、ベイダー飛ぶのか、飛ぶのか、リバーススプラッシュ、リバーススプラッシュ、さあ返せるか、カウント3が入りました。さあここで収まりがつきません。まだわずかに1回しか接触していないタウエとベイダー、あっと張っていった、突っ込んでいった、タウエが突っ込んでいった。さあブロックして、あーっと今度はハンセン援護射撃、場外から、場外から二人がかりの攻撃か、タウエが、タウエがハンセンを振り返した。しかしベイダーが、おハイキック、この創生の前ハイキック、タウエが乗っている、タウエの勢いが止まらない、タウエすごい、タウエの勢いが止まらません。放送席の前でタウエとベイダー凄まじい突っ込み合い、凄まじい突っ込み合いになります。止めることができません、この2人の感情を。 R01 もうたくさん先生、今なら1万円、あの R01 育毛システムが今なら価値ある1万円。あーすねーちゃん、ふさふさ、タウエが、タウエがハンセンを繰り返した。しかしベイダーが、おハイキック、この総席の前ハイキック、タウエ乗っている、タウエの勢いが止まらない、タウエすごい、タウエの勢いが止まらせん。まさにさっき、あっとあっと放送席の前、放送席の前、放送席の前でタウエとベイダー凄まじい突っ込み合い、凄まじい突っ込み合いになります。止めることができません、この2人の感情を。誰もこの2人を止めることができません。新チャンピオンを目指して戦っているタウエとベイダー、放送席の前にまで来てこの2人が大乱闘、とても試合では収まりがつかないという状況になってしまいました。まだ続きます、まだ続きます。試合の方はベイダーが泉田を抑え込むという形になりましたが、まだ、ああやはりハンセンが間に入って、この2人、あっとまだ4人が入り乱れている、5人か、止められません、止められません。勝負タイムは15分14秒でベイダーが泉田を抑え込んでおりますが、川田さん、はい、それにしてもベイダー田植えの気迫、試合が終わってもとどまりませんでした。最後はあの田植え選手いい動きしてましたね、そのあたりの感情を抑えきれずに最後の大乱闘になりました。さて川田さん、はい、その川田さんが、はい、持っていたそのベルトをかけてのこの2人の対決、はい、どう見ますかね。僕結局ベルトを巻かないでこういう形になったんで、田植え選手にはぜひベルトを巻いてもらいたいですね。はい、ですね。最後周り見たら外人しかいなかったね。もうやらなきゃやられるでしょ。まあ、でも、ちょっとベーダーはねやっぱ接近戦とかねしたらヤバそうなっていうのが今日ねいくらかこう収穫的に分かったんで。パートの川田さんは放送席で自分の分も本当に頑張ってほしいとおっしゃってましたけど。そうですね、まあ、川田のためじゃなくてね自分のために頑張りますけど、まあ、最終戦はベルト取ってね、で返上した川田とベルトをかけてやりたいですね。全日本プロレス中継では3月6日三冠王座決定戦、そしてジャンボ鶴田引退セレモニーの模様を通常より15分拡大して45分スペシャル第3弾として放送いたします。また同じ日に行われる世界タッグ選手権試合も45分スペシャル第4弾として完全放送検討中です。これからの全日本プロレス中継バージョンアップにどうぞご期待ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。どうぞ全日本プロレスをこれからもよろしくお願いします。